カッタロールの海戦は7年戦争及び、第三次カーナティック戦争中の1758年4月29日、インドのカッタロール沖で正規した海戦。ジョージ・ポコックのイギリス艦隊とアンヌ・アントワーヌ・ダシェのフランス艦隊の一度目の戦闘であり、両艦隊は、その後ナーガ・パッティナムの海戦とポン・ディシェリーの海戦でも戦ったが、3度の戦闘はすべて決着がつかなかった。 カタロールは、インドにおける、イギリスの本拠地のマドラスから、南約 180km、フランスの本拠地のポンディシェリーから、南約 20km の位置にあり、当時は、フランスのコロマンデル海岸における最も重要な、交易所であった。戦線布告が1756年に正式になされた後、イギリスとフランスは、大西洋、西インド諸島、カナダ。 アフリカ海岸などで戦いを繰り広げた。両国の海軍はこれらを主戦場としたが、インド洋も例外ではなく、イギリス東インド会社とフランス東インド会社が勢力範囲を広げようとして競争していた。1757年3月、イギリスはシャンデルナゴルを占領、フランス領インドがイギリス侵攻の脅威にさらされていることが明らかになった。 フランス海軍の戦列艦の数はイギリス海軍を下回っていたが、フランス政府はフランス東インド会社の資源を使って増援を送ることを決めた。船9隻による混成艦隊が編成され、うち1隻は74門艦で、残り8隻が東インド会社の武装船であった。艦隊の指揮官はアンヌ・アントワーヌ・ダシェで戦場には、 ラリー伯爵率いる陸軍4000も乗っていた。艦隊はラリー伯爵たちをポンディシェリーに送り、ラリー伯爵はそこで全インドのフランス軍の指揮を取る予定であった。艦隊は1757年5月2日にフランスを出港したが、大西洋に停泊している途中で薬病により三百人を失い、十二月にイルドフランスに寄港した後、百五十八年四月に、 ようやく、インド水域に着いたが、イギリス海軍のジョージ・ポコックはすでに待ち構えていた。フランス海兵隊の大使。ダシェ艦隊は、兵士4千の増援とともに、ポンディシェリーに到着、ジョージ・ポコックの艦隊を捕捉しようとした。ダシェ艦隊は、大砲470門を有し、ポコック艦隊の410門を上回っており、大砲の数では、ダシェ艦隊が有利だった。しかし、 ポコック艦隊には、戦列艦が7隻あったが、ダシェ艦隊には1隻しかなかったから、ダシェ艦隊を有利とするのは、気上の空論であった。戦列艦は東インド会社の船より船員が多く、その艦員の連動も上回っていた。東インド会社の船は、南海の死略船と敵対している他の東、インド会社の船に攻撃するために武装していたが、あくまでも商船であり、 たとえよく建造された船でも本物の戦列艦と比べるとはるかに脆く、砲撃の速度も遅い。さらにダッシェ艦隊が乗せていた増援と補給は、砲手の移動の障害になっていた。しかもダッシェ艦隊のうち6隻は50門以下であり、戦列艦というよりはフリーゲートに近いものであった。一方、ポコック艦隊は60門以上が5隻、50門以上が2隻であり、 明らかに優勢であった。4月29日の正午近く、両艦隊は、オランダの交易地ナーガパッティナム近くで遭遇すると、単純人を形成して、お互いに接近した。ポコックは、ダシェ艦隊の構成を熟知していたようであり、彼は、攻撃を唯一の戦列艦、74門のゾデヤアックに集中した。砲撃は15時ごろ、ダシェ艦隊が先に始めた。 ポコックはゾディアック破壊の戦略を取り、マスケット銃の射程に入るまで砲撃を控えた。16時になると激しい砲撃戦になり、ポコック艦隊はマストが多く破壊され、ダシェ艦隊は兵士が集まっていた環境に砲弾が直撃したため、数多くの死傷者を出した。ゾディアックは激しく抵抗して、ポコックの機関やアーマスによる強襲を撃退、その間に、 他のフランス船は戦線を離脱し始めた。ダシェは船9隻のうち5隻に離脱を命令、ゾデヤアックを含む残り4隻に攻撃の続行を命じた。その後、残り4隻も離脱したが、ポコックは追撃した。ここで形勢を逆転する出来事が起こった。ポンディシェリー近くを巡航していたフランス東インド会社の74門艦。 コント・ド・プロヴァンスと24門フリゲートのディリジャントが戦闘の騒音を聞きつけてやってきてゾディアックと合流したのであった。コント・ド・プロヴァンスが来たことで形勢は逆転。ダシェは撤退を中止して戦闘を再開した。ポコックは両艦の連携に関心しつつも自軍がすでに結構損害を被っていたことから撤退を命令した。ポコック艦隊は マドラスに戻って、修理を行い、ダシェ艦隊はそのままポンディシェリーに向かった。フランス東インド会社の船のうち、58門艦、ィアネメが一番損傷を受けつつ、なんとか牽引されずに済んだが、危険なコロマンデル海岸の水域で沈没した。損害が明らかとなったのはイギリスのみであり、ポコック艦隊は、戦死29、負傷89だった。ダシ艦隊は死傷者を、 約600人出した。いずれにしても激しい戦闘であるのは明らかで、ダシェ艦隊の方が死傷者を多く出したのは増援兵を乗せていたためであった。ダシェも重傷を負った。この戦闘を考察する歴史家は多くが深く考えずに決着しなかったと結論付け、詳しく言及することは少なかった。これは他の戦場で大艦隊が出動していたため歴史家の 関心を引いたとされる。しかし、両帝徳の目的を考慮に入れつつ、この戦闘を単独で見ると、フランスの戦術的勝利であることが明らかである。ポコックの目的は、フランス艦隊を通らせないことであり、そのために、ゾディアックに攻撃を集中させた。ゾディアックが撃沈された場合、フランス艦隊全体が打破されることは予想でき、そうなると、公認の総督である、 ナディー・伯爵が就任前に増援と共に捕虜になってしまう。イギリスの敗北とは言えないものの、フランスの勝利と言えよう。ダシェは同日にポンディシェリーに到着、増援軍約3200人を下ろした。戦闘はすぐにインドの情勢に影響した。イギリス嫌いで素やな戦士だったナディー・伯爵はすぐさま攻撃を仕掛け。 上陸から一週間も経たない1758年5月4日に、カッタロール港を占領した。彼は6月にもポンディシェリーの南にあるセントデイビッド要塞を、10月にアルコットを占領した。その後の戦役はフランスにとって散々な結果に終わるが、ダシェはポコック相手に激戦に持ち込み、自身の任務を見事に果たした。二人の戦いはこのまま終わらず、八月三日には、 ナーガパッティナムの海戦、翌1759年9月10日には、ポンディシェリーの海戦で再度戦った。ありがとうございます。